酸化により青から赤紫色を呈する。王道光は銅の硫化鉱物の一つ。英名であるキャルコパイライトはギリシャ語で銅を意味するキャルコと火を意味するプリテストが組み合わさったものである。王道光という名前だが、これを精錬して王道を取るわけではない。銅と鉄、硫黄からなり、化学蘇生空フすにで表される。微量の金、銀、鈴。 亜鉛などを含み、少量のニッケルやセレンを含むものもある。最も重要な銅の鉱石鉱物。色は普通、真鍮様の黄色であるが、かなり黄色味の薄いものも珍しくはない。そのようなものはしばしば気鉄鉱と見分けることが難しい。金属光沢を持つ。表面の色は時間とともに変わりやすく、黒みを帯びてゆく。常根色は、緑黒色。外見は、 高鉄鋼と似るが、高鉄鋼よりも黄色味が強い傾向があることや、常根色により区別できる。比重4.28、モースコード3.5から4、アキラ系、マサカタアキラ系。主に正四面体用の結晶型を示す。結晶の形は、普通、六面体、五角十二面体、八面体を基本に2個の結晶がくっついた総称になっていることが多い。 しかし、結晶は、比較的稀である。その他の大きな特徴としては、硝酸に溶ける、炎に当てると緑色の炎色反応を示す、などが挙げられる。酸化して、青色に、あるいはクジク石や、藍道鉱に変化することがある。熱水鉱床、スカルン鉱床、半ンガン道鉱床などに広く産出する。河川の砂礫中に、上流の鉱脈から洗い出された、 王道校が堆積することもあり、しばしば先んと間違われる。米国コロラド州、アリゾナ州、カンザス州トライステート鉱山地域、他に国別ではイギリス、ドイツ、カナダ、スペイン、日本、中国など産出地として知られている。日本では各地の熱水交渉、黒鉱鉱床、キースラーガー交渉等で産出し、栃木県の足尾銅山、 愛媛県の別紙鉱山等で大規模に採掘が行われた。また、秋田県の荒川鉱山の特産であった三角式王道鉱は世界的に著名である。ギリシャ語で銅を意味する、これこそと高鉄鉱パイライトを組み合わせた言葉、ロナルド・ルイス・ボネウィッツ著、青木正宏訳、ロックジェム岩石と宝石の大図鑑成分銅、新校舎2007年134ページ。 ありがとうございます。